皆さんこんにちは、バシです。現在時刻は朝の5時29分。現在私はポルトの空港、フランシスコ・サ・カルネイロ空港に来ています。この空港まではですね、市内からバスだったりメトロだったりが通ってるんですけど、今早朝で動いてなかったので人生初のウーバータクシーを使いました。結構便利ですね。今回はですね、もう4ヶ月以上過ごしたヨーロッパを離れて次の国に行くわけですが、このポルトからの直行便はないんですね。なんで一回マドリードを経由してから行きます。これですね、7時35分発のマドリード行き、もうチェックインできるようなんで今からしてきます。今回使うのはエアヨーロッパっていう航空会社です。スペインの会社ですね。今ですね、チェックインしようとしたら、どうも次の国行くにはその国のなんかホームページから情報を埋めないといけなくて、それを知らなくて今一生懸命埋めてたら結構時間経っちゃいました。今から急いで保安検査とかに行きたいと思います。さあ今保安検査を終えて中に入ってきました。いや、さっきマジで焦りましたね。チェックインできないってなった時、もうこっから次の国飛べへんのちゃうかなと思って。やっぱりこういうのがあるんで空港には早く着いていくことは大事ですね。今よくよく考えたら、ポルトとマドリードって両方ポルトガルとスペインなんで宣言国入ってるんで、別に出国審査はこの時点ではないんですね。なんでそんなに焦る必要はなかったかもしれません。ただ入力フォームは私ね、40分ぐらいかかりましたね。ちょっと途中うまくいかなくて。ここの道通るときってなんかワクワクしません？今空はですね、曇ってるんですけど、もう今ちょうど日の出の時間です。今回は33の席ですね。さあ席着きました。ちょっと狭めですね。あんまり足は伸ばせませんね。現在時刻9時45分です。マドリードバラハス空港に到着しました。さあこのマドリードバラハス空港ですが、かなり巨大でですね、ターミナル1から4あるんですよ。そして4の中も本館とサテライトなんで、実質5個ターミナルがあることになるんですね。で今私がポルトガルから到着したのはターミナル2で、次の出発はターミナル1なんで、ターミナル間を移動します。見てください、これターミナル1の A ゲートまで28分。A か B かまだ決まってないんでわからないですけど、結構離れてるんですね。これ普通ターミナル間の移動ってシャトルバスとかなんか無人電車とか通ってると思うんですけど、ないんですかねここ。ここからターミナル1に移動するときに出国審査が行われるんですね。私は行くのは宣言国外なんで、ここで出国審査をします。さあ今無事出国審査も終えてターミナル1に入ってきました。私ね、今回実はめちゃくちゃ怖かったんですよね。っていうのも、宣言国って180日以内の90日間滞在できますよっていうやつなんですけど、私ね、計算上ね87か8なんですよ。ギリギリやったんで、もし計算見捨てたらアウトやったんですよね。さあ今回ですね、このマドリードバラハス空港での乗り継ぎ時間は6時間です。なんでここでせっかくなんで、今回バシの旅路で訪れたヨーロッパの国ランキングトップ5を紹介します。あくまでもバシが選ぶトップ5なんで、そこはあらかじめご了承ください。まず第5位はボスニア・ヘルツェゴビナです。私はモスタルとサラエボという町に行きました。ここはですね、ご飯がシンプルで美味しいです。味付けもそんなに濃くないんですよね。そして物価が安め、街並みも旧市街はとても綺麗です。私はですね、このボスニア・ヘルツェゴビナはいい意味で裏切られました。ずっと負のイメージがあったんですけど、実際行ってみると華やかで素敵な場所でした。次に第4位はアルバニアです。アルバニアで行った都市はシュコダルと首都ティラナと南部のジロカストラという街です。ここはですね、欧州最貧国と言われていますが、見どころはたっぷりありました。この3都市の中で一番好きだったのはジロカストラです。ここは石の町として知られており、世界遺産に登録されています。そしてこの近郊にあるブルーアイという自然の場所もとても綺麗でした。一部ではね、がっかりスポットって言われてるんですけど、全然そんなことなかったです。他にもですね、アルバニアは物価が安いですし、ご飯もシンプルで美味しいです。日本人の口に合うと思います。そしてですね、人々がとてもフレンドリーで、歩いてたらよく声をかけられました。人によってはこんにちはって言ってくれたり、英語でハローって言われたり、たまにニッハオって言われることもあるんですけど、全然別に嫌みったらしいとかそういうのじゃなくて、ただただフレンドリーに接してくれてるってだけでした。逆に差別意識を持っててそれを言われた国はコソボとルーマニアです。この2カ国は特に多かったですね。次に第3位はチェコです。
まあ、私は今回プラハしか行ってませんが、とてもいい場所でした。このプラハはですね、世界でも珍しくて、都市全体が世界遺産に登録されてるんですよ。だいたい旧市街だけとか歴史地区だけとかですけど、この全体っていうのはかなり珍しいそうです。で、このプラハはですね、街並みが本当に綺麗なんですよね。高台から見た景色は感動ものでした。そしてこのチェコも、まあ、物価はそれなりに安めで、隣のオーストリアだったりドイツと比べたら全然安いです。で、なんといってもチェコはビールですね。私は2杯飲みましたけど、ブラックビールはめちゃくちゃ美味しかったです。今回チェコはですね、ちょっと2泊3日しかできなくて、本当はもっといたかったんですけど、まあ食べた料理も美味しかったですし、まあもっといたいなって思えるような国でした。続いて第2位。第2位はポルトガルです。私は首都のリスボン、第2の都市ポルト、コインブラ、そしてアベイロに行きました。ポルトガルはですね、イベリア半島をスペインと分け合ってまして、まあ西欧に位置する国なんですけど、値段がね安いんですよ。物価が安いんですよね。そしてですね、料理美味しいですし、まあ、海鮮、海沿いなんで海鮮料理が美味しくて、日本人の口にはめちゃくちゃ合います。そしてポルトガルは人々がとても親切で、結構助けてくれたり、他の人を助けてはるところもよく見かけました。まあね、日本人にとってイベリア半島はスペインが主力の観光地ですけど、スペイン行くならポルトガルも寄った方がいいです。で、まあポルトガル単体で楽しむのも十分ありですね。まあ唯一ポルトガルの難点を挙げるとすれば、坂が多すぎることですね。首都リスボンと第二の都市ポルトは本当にもう坂ばっかりです。結構足疲れます。さあ最後に第1位なんですが、まあそれを紹介する前に番外編として一つ国を挙げます。それはスペインですね。今回私はですね、ビルバオ、サンセバスチャン、バレンシア、バルセロナ、マドリード、グラナダ、そしてセビリアの7都市を回りました。なんで番外編に置いたかと言いますと、ここで体験した出来事が多すぎて、ランキングに入れるとちょっともう破格の1位になってしまうんで。で、まあ今回バレンシアで火祭りを見たり、サンセバスチャンで久保建英選手の試合を見たり、セビリアだったりグラナダでプロセッション、ちょうどセマナサンタやったんで、その行列を見れたりと、本当にたくさんの経験ができました。スペインはですね、本当料理美味しいですし、まあ、内容はポルトガルと似てて海鮮が多いですね。パエリアもそうですし、まあ、いくつかパエリアも種類食べましたけど、全部美味しかったですね。で、あと見どころがめちゃくちゃ多いところです。バルセロナは内だけでも多いですし、サンセバスチャン、そして南のアンダルシア地方、いろんなところが違った雰囲気があって飽きないです。今回私がスペインで心残りなのは、サグラダファミリアとアルハンブラ宮殿に入れなかったことですね。チケットがだいぶ人気で、やっぱりかなり事前に取っておかないと取れませんでした。さて、お待たせいたしました、第1位です。第1位はポーランドです。私は今回南部のクラクフ、中央に位置する首都のワルシャワ、そして北部のグダニスクに行きました。ポーランドはですね、まあ、物価安いですし、料理が本当に美味しいんですよね。そして西洋の料理は結構味が濃いんですけど、ポーランドはちょい薄味なんですよ。それがまた私に合いましたね。そしてポーランドは街並みがめちゃくちゃ綺麗でして、南部の古都クラクフはかつての首都で、そして北部の港町グダニスクもまた違った雰囲気の綺麗さがありまして、やっぱりね、ポーランドは本当にそこが好きになりましたね。そして私は今回南部クラクフからアウシュビッツ強制収容所にも行きました。人生で一度は行ってみたかった場所ですね。過去の悲惨な歴史を知って、その自分の目で見て、自分の肌で感じることができてよかったです。あとはポーランドは人の感じもとても良くて親切です。さあ、以上が私の今回のヨーロッパ旅のトップ5の国になります。で、まあ今回次の国なんですけど、もうそろそろ発表してしまいます。次行く国はドミニカ共和国です。どこやねんって感じですけど、まあ、カリブ海に浮かぶ島国ですね。野球ファンの方は結構馴染みある国なんじゃないでしょうか。もう私はですね、15年来の阪神ファンなんですけど、今はミエちゃんことミエセス選手がドミニカ共和国から阪神でプレーしてますね。さあ、現在時刻14時35分です。出発の1時間前にゲートを開きました。今から搭乗していきます。さあ、今回乗る飛行機はこちらですね。この飛行機は333ですね。私は席は48なんで、43、44、この辺ですね。私の席はど真ん中の列ですね。今回マドリードからサントドミンゴまでは8時間40分のフライトです。現地時間18時15分の到着予定です。マドリードとサントドミンゴの時差は6時間です。
して1時間半ぐらいでご飯が出てきました。チキンかラザニアで、今回チキンにしました。さあ現在時刻現地時間の18時45分です。無事サントドミンゴに到着しました。今時差と寝不足でめちゃくちゃ眠たいです。入国審査は結構列できてますね。現在時刻19時41分です。無事ラスアメリスカス空港に到着して入国も完了しました。今27度あって結構暑いですね。さあ今回の動画はもうこの辺で締めたいと思います。引き続きバスの旅路をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。